こんにちは、ホリです。またまたね、ちょっとね雨模様なんですけども、森の方へね入ってきました。でここはね、いつも来る、奥多摩の森なんですけども、結構ね今日は朝からずーっと雨が降っていて、こんな感じなんですけども、今日はね、なぜ入ってきたかっていうと、結構ここのところでね、5月の後半ですかに出かけた車中泊の動画をねずっと関連の動画ねずっと作ってて、もうね1ヶ月ぐらいね、ずっとね家の中でこう、編集してたんでね、ちょっとねやっぱりね1ヶ月やってると、ちょっとね辛くなってきたんでね、今日もね、思い切ってね、まだね編集途中なんですけどもね、森の方へ入ってちょっとね息抜きっていうことでね、ちょっとね森の中歩いてこようと思います。でもうねこの動画が上がる頃にはね、車中泊関連の動画はねもうみんな全てねアップし終わってると思うんですけどもね、ちょっとね1週間っていう長い動画だったんでね、結構ね時間かかってしまいましたね。ということでね今日は特に何をするっていうわけではなくてね、今、今日持ってきたのはねこのアクションカム1台とあとスマホを持ってきてるだけなんで、特にね映像を撮るなんていうことではないんですけどね、ちょっとねブラッとまた森の中歩いてみようと思います。はい、いつもね来てるところなんですけども、このね日野原都民の森です。でまあ私は、特にね雨そんなに気にしなくね森の中歩くんですけれども、たまたまその日が入ってくる日が雨だったっていうことだけであって晴れていてももちろんね入ってくるし、雨だから中止にするっていうことでもないんですけれども、もちろんね今回はこのいつも来てる森で山登りっていうかもう本当に散策、公園の散策っていう感じで入ってきてるんで、そこまでね装備も重装備とかいうことではないんですけれども、もちろんねこれ高い山とかねピークハント山頂を極めるなんていう山だとねやっぱり雨の時は、リスクもあるんでね、中止にしたりはするんですけれども今日はねここ、都民の森でよく入ってくる森なんで、そこまでね、気にしないで入ってきてます。で今撮ってるカメラ、オズモアクション4なんで、ちょっとねやっぱり天気がこう雨模様なんで、森の中入るとちょっと暗いんで、少しノイズが乗ってしまうかもしれないんですけども、その辺はねちょっと足からずご了承ください。でもなかなかこう私はねこう雨の森しっとりしててね、好きな森なんですけれども、なかなかこう雨の森を歩くなんて方もねあまりいないと思うんで、この雨の森の雰囲気をちょっとねお届けできればかなと思います。もうちょっとガスが出てるかなと思ってきたんですけれども、そこまでね、霧に覆われてないですね。道もこう結構、見通しが効くし雲が高いのかもしれないですね今日は。こういう感じの森はね、私好みなんですよね。結構でこの今幹はもう真っ黒で黒く潰れちゃってるんですけども、奥が緑が結構ね霧に包まれてるような感じで、ちょっとねもやっとした感じで、で少し明るくなるタイミングなんかもあって、こういうのをねちゃんとカメラで撮影してあげると結構ね面白い
映像写真撮れるんですけれども、モミの木の大木が、何本かあるところなんですけども、やっぱり、モミの木はあんまり光を通してこないんで、暗いですよね。針葉樹は、結構ね、葉を透過してくる、こんな天気でも葉を透過してくる柔らかい緑の光があって、森全体がねちょっと緑っぽくね見れるんですけども、針葉樹のところはやっぱり光が、透過してこないんで少し薄暗く感じます。水戸大滝のところまでね、また来ました。こんだけ雨が降ってるんで水量がどうかな。結構水量多いですね。結構水量が多いや、やっぱり。またね、いつもの、水戸大滝のところの、ね、休憩小屋でちょっと、休憩して、またねここから戻っていこうとは思うんですけどね。今日このカッパ、新しいっていうかな、初めてお披露目するんですけれども、このカッパはね、普通の、ホームセンター、カインズホームだったっけな、あそこで買った、これね、自転車乗るようにね、買ったカッパをね、ちょっと今日はね、使ってみました。これ、後ろが、こう広がって、リック背負ったまんま、カッパが着れるっていうね、カッパなんで、自転車乗るにはね、とても、便利なカッパなんですけどね。でもやっぱり今ちょっと森の中歩いてきたんですけども、自転車乗ってる時はそんなに感じないんですけど、今歩いてきたらやっぱりちょっと蒸れるかなっていうところですね。やっぱり、普段着てるゴアテックスのカッパの方が、歩くにはね適してますよね、やっぱり。高いだけはありますね。これ、普通の、まあ、ホームセンターで売ってる、カインズホームで売ってる、4000いくらだったかな、のカッパなんです。そこまでこう、なんとかな、通気性がいいカッパではない。とは思うんですよね。一応ね、通気性ある程度あるようなんで歌ってるやつですけれども、やっぱりこうやって歩く時のカッパはやっぱりゴアテックスの方がいいかなっていう感想です。よいしょ。じゃあちょっとね、ここでお茶でも飲んで戻っていきましょうか。もうちょっとこうガスに巻かれてる森をちょっとね、期待してきたんですけれども、今日はそこまで、こうガス雲が出てないんで、でもこれはこれでまたね、本当に
雨降ってもうね梅雨なんで、もちろん雨降ってもらわないと、困るんですけれども、こういう森もねしっとりしてていいですよね。でもちろんね、来てる方もね少ないっていうかほとんどいないんで、でもねこんな天気でも先ほどちょっとね多分トレイルランしてる方なのかな、カッパーは着ないで、ランニング姿だったのかな、一応リュックサック背負ってましたけどね、先ほど、下っていきましたよね。まあね森を楽しんでる方結構ね、どんな天気でもやっぱりいますよね。で私はこんな感じで傘さして、ビニール傘さして、今日はね楽しんでるんですけども、まあもちろんね傘さして歩けるところなんで、いいかなとは思うんですけどもね、これで風が吹いてたりすると傘はちょっと危ないんでね。でたまにここの森もね風が少し吹く時があるんですけども、そこまでこう強風が吹くっていう感じにはならないと思うんでね、ここは、普通にこう、ビニール傘ですよねでまたねこのビニール傘っていうのはね、光がね透けてくるんで、暗くならなくって私はねよくね、使うんですけどね、これ森でも、ではね戻っていきましょうか。森林館まで戻ってきました、ちょうど1時間ってところですかね、ぐるっとのんびり森をねちょっと体験してきた、雨の森をねちょっとね、楽しんできました。今日はちょっと、入ってきたのがね、3時ぐらいだったんでね、今ちょうど4時になるところなんで、ちょうど、のんびりね、森の中を歩いてきたって感じかな。たまにはっていうかね、まあ、結構ねこういう雨の降ってる森を歩くっていう回数は案外最近多いかもしれないですよね。この間5月に出かけた時も、結構雨の中歩く場面がね、何回かねあったような気もしますけれども、まあこれもこれでね、しっとりした森なんでね、とてもね、なんかねなんていうのかな晴れてる日では味わえないようなね森をね、楽しんできたような感じです、それでね一つねこういう雨の中を、撮影するっていう時にはね、私はそんなにあまり こだわんないっていうかあれしてないんですけども、これですね、ブロワーですね、これはちょっとね必須ですかね。こうやって、やっぱりねレンズに結構水滴がつくんで、それをね拭くのもね、あれクロスで拭くのもありなんですけども、あれで拭くとちょっとね白くねレンズがなってしまうことがあるんで、シュシュッと飛ばしてやるのがね一番かなと思います。それではね、今回の撮影この辺でねちょっとね終わりにしようと思います。もう雨の中のね森をねどこまでね、しっとりさがね伝わったかちょっと分かんないんですけども、今日の撮影はねこれで終わりになります。今回もねご視聴ありがとうございました。また次回、今度はね晴れてる時かな森でねまた、撮影したいと思いますので、またその時に、ね、お会いいたしましょう。それではまた、さよなら。